自閉の動画解放軍。今日は何を解放しようかなそうだ。お客様は神様とか常連という言葉。その勘違いについて解放しましょう。お客様は神様とか常連という言葉。勘違いしてる人多いです。特に店側の人も勘違いしてます。質問ですが、お客様とか常連とは誰だかわかりますか毎日のように店に来る、店長と気さくに話すでしょうか実は違います。 真のお客様とか常連は店にお金を落としてる人ですね。一方、店に顔を出すが全く買い物しない人もいます。毎日会社外にに店に集まるが、話すだけで全くお金を落としていかない人、常連だと思われてないみたいですね。これ例があるんですよ。面白い話として、ゲームショップに毎日のように入ってる人がいました。その人は学生で私有をしたり、店長と話をしたりしてました。ある時、その学生が店長に対して、 私常連だから値引きしてよ。そう言いました。そしたら店長少し困って、このように話しました。常連とは店に顔を出す回数ではなく、お金を多く落としてくれる人のことだよ。まあ、やんわり答えました。その店長の考える常連さんとは、店に確実にお金を落とす人という考えでした。ストレートすぎる。でも納得ですね。店にタムロしてるだけで常連というのは何か変ですね。一方で、店にはあまり顔出さずに、 店長ともあまり話さない人。そう一人もよく買い物をしてお金を落としていけば常連なんですよ。お客さん側の意識もそうですし、店側の意識も常連とは店にお金を落としていく人。そういう認識で対応するのがいいのかな。そう感じました。常連とは店でタむロしているだけの人ではない。この考え方であなたの意識解放されたのではないでしょうか。お店の常連になりたい。であれば多くの買い物をその店でまずしてください。そして買ったものに関しては、 その店の人に色々質問してください。多くのお金をその店に落とせば新しい情報を入手できたり、意外にネット価格に近い値段まで値引きしてくれることもありますね。あ、忘れてた。初めて私の動画を見てくれた方、ぜひチャンネル登録してください。パソコンや Mac はこちら。スマホやタブレットの場合は下をクリックしてください。登録すると何が得私がアップロードした動画、漏れなく見ることができます。得でしょ